はいどうも、全国のセミの皆さん、お待たせいたしました。おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日はですね、パンパンゼミ特化型スラッシュアックス装備のねご紹介をやっていこうかなというふうに思っております。パンパンゼミっていうのが何なのかっていうとですね、スラッシュアックスっていうのは覚醒するとゼロ距離解放というね、相手のモンスターに張り付いて、ね、その張り付いた箇所にパンパンしながら爆発させるっていうゼロ距離解放好きっていう技ができるんですけども、これをモンスターズワールドではパンパンしてセミみたいに張り付いてぶん殴るからパンパンゼミと、呼ばれておりまして、このパンパンゼミを無限にやるというパンパンゼミひたすらするという装備を、ね、作ってきました。今回は楽しいです、非常に。やっていきましょう。まずですね、しっかりと覚醒させましたスラッシュアックスを。でこれがねゼロ距離解放パンパンゼミってやつです。覚醒するとですね、X と A で同時押しで出るこの解放突きっていうやつがモンスターの部位に貼り付けるようになるんですよ、スラッシュアックスっていうのは。でその貼り付いた箇所を一点集中攻撃するというね、非常に性格の悪い攻撃となっておりまして、パン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 とでパーンと、こういうことですね。これがパンパンゼミってやつです。でしっかりとスラッシュチャージャーでチャージして、でちなみにパンパンをする場合はしっかりめにね、このスラッシュゲージが溜まっていないと、あ、これちょっと見せてんな、スラッシュゲージが溜まっていないとパンパンできないんで、まあ、このスラッシュチャージャーを、まあ、頻繁に入れていくっていうのが大事で、しっかりと、これ危ない、合わせてで着地してきたところにパンパンしていくと、こういうことですよ。これを無限にやっていくという装備です。超楽しい。スラッシュアックスってこうですから。もう一回いこうか、よいしょ、 OK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 。 これが2連パンパン、3連パンパンもたまにはできますけどね。ゲージがちょっと足りないかな。さあここでスラッシュチャージャーして、でしっかり切ってもう一回張り付いていく。そしてここでしっかりとパンパンしていくと、で飛翔龍拳を行って、でもう一回いこう。あーちょっとあさっての方向に、これねたまにあるんですよ、これなんか自分が見えなくてあさっての方向にやってるっていうね。でこれで総流対決場だったら一回ちゃんと研いでからしっかりと頭ぶん殴っていきましょう。あ、かけり虫今取ってもよかったかもしれないですね。かけり虫1個取ってから殴りに行っても間に合ったかなというところで、ここでしっかりとぶつけて、でぶつけて、で着地して、で、今覚醒ゲージが、溜まっておりませんので、覚醒ゲージを溜めていくと、でこれこうした後に飛翔龍拳打つと、もうこれで結構簡単に溜まるんで、そう元気瓶なんで、そう覚醒しやすいんですよ。さあしっかりとパンパンしていきましょう。ちょっとこの後はねゲージがないんで、1回やってから今度斧モード変形してからスラッシュチャージャーですかね。あ、1回かけり虫取るか、 OK、 かけり虫取って、で疲れてますね、疲れておりますね。でスラッシュチャージャーで回復してからもう1回張り付いていくと、元気スラークのいいところはこれですよね。コンクエストの時もやりましたけど、こんだけ相手をこう拘束することができるんでかなり強いです。拘束することができさえすれば相手は好きだらけになりますんで、まあ、かなりパンパンしやすいと。もうものすごい量のパンパンをしておりますからね。まあ、パンパンって言ってるのちょっとあれだけど、卑猥な言葉に聞こえますけども、ゼロ距離解放好きっていう正式名称がありますので、皆さんはそっちで覚えてください。まあ、もう一回説明しておくと、この覚醒状態になっているスラッシュアックスがね、覚醒状態になっている時に、X と A の同時押しで、相手のモンスターの部位に貼り付けると。で貼り付くとその部位に、くっついて、でそこで連続攻撃を行うことができる。これですね、これです。パン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 と、で空中で総流を行うと飛翔龍拳という技が発動して、相手のモンスターにもう一度近づいて、でもう一回張り付いていけると、これですね。でこれちょっとゲージないんで、スラッシュゲージ、回復してから、危ない。さあもう一回回復すると、あーこれでまた切れましたね、切れたので、ちょっとこれ貯めていきたいといったところだが、貯めるためにはまあこういう時はまあ落とし穴かなんか使っていいかなって感じですね。あーもう瀕死ですが捕獲はしません。パンパンゼミはね、捕獲という行為はしません。パンパンして討伐クリアを目標にしますんで、絶対に捕獲という行為はしません。行きましょう。さあ溜まりました。さあパンパンしていく、いけバコーン、もう一回、ずっと俺のターン、いけ、ここかっこいいから見てて、ここかっこいいから、これかっこいいでしょ、
これがパンパンゼミなの。なんかオカマみたいになっちゃった。これがパンパンゼミなの。かっこいいでしょ。今回ね、弱点部位になかなか貼り付けないので、弱点特攻とかも無視しまして、攻撃力とか挑戦者とかでもう無限に攻撃力を上げて、で、その、まあ、特定の部位にひたすらダメージを与えるという構築スキル構成に、してきました。防具とかスキルの細かい詳細、武器の採用理由なんかは装備紹介パートで、話しております。このね、タイラントアックスというね、この武器がね、非常にパンパンゼミと相性がいいなと僕は思っていて、でこれでまあ4分57秒ぐらいで、討伐できてますんで、まあ、かなり強い方なんじゃないかなと思います。そしてこの武器のいいところは、この武器というかこの戦法のいいところは、あんまりプレイングスキルいらないんですよ。ひたすら張り付いてパンパンしているだけなので、そこまでね、アクションゲームが苦手な方でも、あまり上手くない方でも大丈夫だって、俺ができるんだから。それでは装備紹介やっていきましょう。はい、というわけで装備紹介パートをやっていきましょう。で今回はパンパンゼミ装備を、ま、作るにあたって、ま、意識した点なんですが、パンパンゼミをやるデメリット、ものすごい勢いで切れ味が減るっていうことなんですね。あれパン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 ってやってる時って無限に切れ味減っていくし、あと硬いところに張り付いちゃったりすると、それだけでもう一気に切れ味が減ってしまうんですよ。で、まあ、一応強靭研磨も考えたんですけど、まあ、強靭研磨は結局まあ砥石をね研がないといけないっていうのもあるんで、まあ、どっちにしても、まあ、研ぐんだったらなんかその強靭研磨にスキルを振るよりももうちょっと違うね、スキルに、まあ、振った方がいいのかなと思って、で、今回は、このタイラントアックス2っていうね、この隠れ最強武器、まあ、最強ではないけど、隠れ強武器と言われておりまして、タイラントアックス2ですね。これものすごい攻撃力が高いんですよ。230っていう攻撃力に、なってまして、で、切れ味が緑めっちゃ長いじゃないですか。これがポイントですね。緑がめちゃくちゃ長い。つまり、切れ味は、まあ、減っても、まあ、割と、こんだけ長いと、まあ、気にならないっていう。まあ、どっかで一回解けば、まあ、大丈夫かな、みたいな感じの、切れ味になってまして、これが、まあ、いいかなと。で、パンパンゼミをするにあたって、弱点に貼り付けないことって結構あるんですね。例えば、まあ、陣王画であれば、頭が弱点なんですけど、腕とか、尻尾とかに貼り付いてしまう。これ弱点じゃないんですよ。だから、そんなにダメージそこまで大きくないというのがありまして、だったら弱点特攻とか積むよりも、もう単純に攻撃力が高い武器を使ってでパンパンした方がまあいいんじゃないかなと思ったんですね。なので、今回はこの攻撃力230という圧倒的攻撃力を誇るタイラントアックス2を、使ってパンパンすることに私はしました。でこの武器何がいいかっていうと、まあ、回収率マイナス15っていうね、ちょっと残念なね性能してるんですけども、元気瓶なんですよ。これ元気瓶ってコンクエスタもねそうでしたけど、ものすごく溜めやすいんですね、覚醒ゲージを。要はパンパンしやすくなると、この瓶が一番溜めやすくなるんで、この元気瓶っていうのは。でさらに元気値も一応18ついてますんで、相手をひるませやすくなる、疲れやすくさせるっていうので、隙ができるとはやっぱ張り付きやすいんで、なのでこれがねパンパンゼミには俺は一番強いと思った。まあ一応コンクエスタでもまあ全然いいんですけど、まあ僕はちょっとコンクエスターも飽きたんで、このタレントアックスの緑ゲージのこの武器を使って、今回はやっていきますということですね。で100ルスロットね、これ3つあるんですけど、これね実はちょっと裏技がありまして、100ルスロットのスキルって引き継げるんですよ。前作った武器の100ルスロットを変えない限りはそのスキルがついたまんまにできるんですね。だからまずこのレックスラッシュ1を作ってもらって、でこの100流スキルで攻撃力強化2を入れるんですよ。ここで攻撃力強化2を入れて強化してあげると、これ攻撃力強化がついたまんまのタイレントアックス2ができるんで、攻撃力が236にできます。なので僕はそうしました。これですね、これ今攻撃力が236になってるんですよ。これはなんでかっていうと、この100ルスロットに攻撃力強化2を入れてるからなんですね。だからレックスラッシュからこう継承していくことによって、前の100ルスキルを引き継いでいくっていう、そういう感じですね。で全体のスキルの話なんですけども、これが強いですね。ドンキ使いレベル3、これ切れ味が緑以下の時に攻撃力が 1.1 倍になるというスキルなんですけども、これタイランドアックスって緑以下なんですよ、常に。
なので常に 1.1 倍されてるっていうイメージですね。で、要はさっき言ったように弱点部位に貼り付けないことがすごく多いんで、もう弱点特攻とか会心とかも捨てまして、もう全部攻撃に振りました。攻撃力7で攻撃を 1.1 倍し、さらにドンキスカイでも 1.1 倍すると、まあ、こういうことですね。これ脳筋ということですね。で、まあ後のスキルはいつも通りなんですけども、強化持続レベル3、これはもう覚醒状態を長くすることによってパンパンする時間を長くするっていうね、パンパンできる時間を、まあ90秒間に増やすということですね。で、スタミナダッシュはこれ元気瓶なんでね、しかもなんか1スロット余ったんで、これぶっ込んでると。でこれもそう、まあ一応これ積んでますけど、これなくてもまあいけますけど、まあパンパンゼミ本当に切れ味減るんですよ。衝撃的速度で切れ味が減るんで、まああった方がいいと思いますね、個人的には。なんでこれ積んでると。で高速研究は必須スキルなんで3で、挑戦者にはさらに攻撃力を上げるということですね。これ本当は5とか積みたいんですけども、まあちょっと5は無理だったんで、スキルシミュレーター的に。なのでこれを2に2まで積みました。スキル発動中攻撃力がプラス8されて、回心率がプラス 5%。 回心率は正直関係ないんですよ、ほぼ。攻撃力プラス8っていうのが、まあ、今回は欲しくてこれ積みました。で KO 術にもつきました。頑張ったらこれ元気瓶ってひるませる、疲れやすくさせるだけじゃなくて気絶を取れるんですよ。でこの気絶威力が 1.3 倍になるんで、まあそんなに2回も3回もね気絶しないで、別にこれなくてもまあそんなに変わんないかなみたいなところあるんですけども、まあ一応入れております、入ったんで。で気絶耐性2はおまけで、回避距離アップレベル1はあえてつけていると。まあ、これがあればね、スラッシュアクサ大体の攻撃、避けれますし、モンスターにも近づきやすくなるんで。で、防具なんですけど、防具はオロミド、ジュラ、ジャナフ、ハンターってなってまして、で、5石はですね、これですね、ドンキ使いレベル1、挑戦者レベル2、スロット3っていう、なんかちょっと強そうな、5石を使ってます。これ挑戦者ついているんで、5石に漏れてるんですけど、スキルを。これない人は、挑戦者まあ、抜いてもらって、もういいかなっていう感じですね。まあ挑戦者はあった方が火力はもちろん上がりますけども、まあなかったらちょっとだけ火力下がるぐらいの感じなんで、まあ持ってない人はまあなんかドンキ使いなんか2スロット2とかでも多分なんかもうちょっといい感じで見切りでね、この回心を消すっていうのもありかもしれない。回心率マイナス 15% あるんで、これマイナス回心出ちゃうとダメージ下がるんですよ。なんで見切りを3まで入れると回心率が 0% になってマイナス回心が減るので、まあ、一応ね、この挑戦者にとかがない人は、見切り3積んで、回心を消すっていう、回心マイナスを消すっていう方法も、まあ、火力アップには一応繋がるんで、まあ、ありかなとは思ってます。まあ、僕はこの回心は無視しました。マイナス回心は。挑戦者で打点上げるっていうことに注力しました。はい。これはまあ、皆さんのお好みでね、作ってもらえばいいかなと思いますね。シミュレーターをね、使ってもらってね。で、シミュレーターの使い方は、概要欄に載ってますんで、よかったら見てください。で、装飾品なんですが、装飾品は、ダッキー、攻撃、紅葉、ダッキー、剣魔、側辺、大絶剣魔、ドンキとなっておりますね。はい、以上でございます。いかがでしたでしょうか。パンパンゼミめっちゃ楽しいんですよ。ゴリ押ししてる感じが、なんかスラッシュアックスって感じがして、なんかモンスターハンターワールド、アイスボーンの頃は、ほんとこの戦術でほぼほぼゴリ押ししていたので、なんかその昔のスラッシュアックスが戻ってきて嬉しいみたいな感覚ですね。なんか元カノと再会したみたいな感覚です。どっちかというとね。なので皆さんもぜひ気に入ったら作ってみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。また次のね、パンパンゼミ動画でお会いしましょう。バイバイ。